こちらは本殿ですね。本殿を紹介していきたいと思います。他の神社だとこういう本殿が閉じているところもあるんですけど、今日はこちらが開いてますね。ちょっと独特な顔立ちの狛犬さんがいますけど。申し訳なかった、入れてくれた。あ、いやいや、もうめんどくさいもんね。土足でって言われて、土足は禁止です。本殿の内部ですね。あまりなかなか見ないかもしれないですけど、こんな形になってます。で今こちら開けてありますけど、通常は閉めてますね。でこの上の戸が降りていく感じですね。ここはね、そうでないところはこうやって引き引き戸にしてるところが多いです。お拙者ですね。お拙者の稲荷神社ですね。豊川稲荷が近いので稲荷神社も結構大きいですね。ちょっと狛犬さんも可愛いな感じですけど、おそらく三社とも稲荷神社なのかな思いますけどね。珍しくイザナギ様だけなんですね、ちょっと正殿の方は見えないですけど、囲いがすごくて、結構すごい古い神社ってのが分かりますね。これだけ格式が高いってことですから。